はい、どうも、ブタネコゲームチャンネルにようこそ、ブタネコです。スモーランド、サバイバル、やってきてってます。今、こんな感じです。はい。強化しました。だいぶ強化したよ。でね、まあ、いろいろやってたんだけど、まだね、ちょっとね、足りてない素材があって、シルクか。がないので、ちょっとそれを取りに行こうかなと思います。で、あとね、バッタがね、ステイ。バッタがね、まあすごいありがたいんだけど、使いやすいんだけど、まあ弱いでしょ？で、まあ、これから行くところはちょっとね、知らない土地だから、バッター置いていこうかなと。で、置いていきながら、まあ、道中ルートを探索して、まあ、帰りとか、帰るのを早めに帰ったりとかするのに使おうかなと。で、しょっぱな行くときは結構もう、適当にこう進んでいっちゃうかなと。まあ、すぐにテイムできるから、やられちゃっても別に問題はないんだけど、あとすぐ下に、前も言ってた、この、ね、すぐ下に土地を作って、あれ？ちょい待って。壊れた。なくなったな。なくなったんじゃなくて、あ、木材がない。木材落ちてないかな。なくなったんじゃなくて、どうやら、外に置きっぱなししてると劣化するんですよね。あんまり、わかりにくいんですけど。どうやら、ちょっとでも劣化してると、なくなる、っぽくって、なので、まあ上のね、家、さっき見せなかったんだけど、家もね、ちょっと多少周りのね、なんだろう、クラフトテーブルじゃなくて、なんだっけ、ワークベンチだ。ワークベンチとかね、ちょっと、すぐには壊れないような作りにはしてみました。特に何も持ってきてないよね。あ、フリント持ってるわ。フリントいらないな。フリント置いてこう。フリントはもう結構ね、防具が揃っちゃえばやっぱりね、生存率高くなるので、もうガンガン結構フリントとか手に入っちゃうので、結構だいぶ余ってるね、フリントはね。置いてく。ああ、毛皮もいてこういった。で、これから行くのは、ちょっとこの先、まっすぐ行くと、このエリア、ちょっと行ってみようかなと思って。新しい素材があるかもしれないから。でね、ちょっとね、すごいラッキーだったのが、まあ、こっちに、こっちの方でのミツバチなんだよね。ミツバチじゃなくて、なんかどうも、アシヌガバチか、もしくは、まあ、スズメバチではないんだけど、まあ、そういう強力な蜂がいて、こっち側に。そして倒すとね、結構毒戦とか、毒針とかも結構ね、ドロップしてくれるんですよ。割と強い蜂ではあるんですが、まあ、倒したらね、それだけ恩恵のあるものはたくさん取れて。で、それで、まあ、まだ、ボーテックス開くのがすごい時間かかるんだよね。まだね、作れてはいないんだけど、作るとね、結構いいやつが、あれ？どこだ？上かな？これで作るのかな？違うな、これだ。ワークベンチで作る。ポイズンメイスが作る。あと、
毒の吹き矢だね、もう作れるようになるんですが、まあいかんせんまだ素材が少ないもんでね。ただ最初は素材集めもしなきゃなんだけど、とりあえずは目的地に向かっていこうかなと、今回は。まあ、この今つけてる装備ね、骨の装備があるんだけど、おそらく硬いのはね、こっちのね、あのキチン版、キチン系、で、このプライマル系は、どっちかっていうと、耐寒性って書いてあるので、冬に着るにはちょうどいいかなと。冬が結構きつかったんですよ。すぐにね、寒くなっちゃって。冬はきつかったな、すぐ近くに焚き火がないとね、体が冷えて冷えて。あいつ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 、おっと、こいつだよこいつ。そんなにね、あのパターンがあるからそんなに強くはないから。当たると痛いけど、痛い。あれ、落としも、おっと、今度はお前か。痛えな。お前の方がどっちかって言ったら嫌だよ。槍めちゃくちゃ体力使うから戦闘コスパが悪い、槍は。槍も、なんだろう、あいつも弓矢で倒せばいいかなと思うぐらい。コスパ悪いんだよな、戦闘の。スタミナのね。ああ、いるな、こっち来るといるな、あいつ。結構。ああ、蜂の巣がいっぱいあるのか、こっち。ポーションを飲んでみよう。どれぐらいの回復量があるかな。おお、おお、なるほど。もったいないな。おお、なんだなんだ、ベンチだ、ベンチ。ブン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 って言う。ブン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 、ほっ、ブン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 、やばい。当たってないな。毒針だけ落としたの。嘘。もうちょい。あ、毒腺。よしよし。毒がきついよーって言ってもそんなに。毒ダメ強くないからな。これ上登れそうだね。ちょっと行ってみよう。ウィントアローを使ってるけど、お、王冠だ。ありがたい、ありがてえ、ありがてえ。釘とかあるんじゃない？ベンチ外れてるってことはどっかに。カメラ。カメラよく落ちてるよね。なんだろう。ニコン？ニコン？メイドイン USSR。
アメリカ製か。カメラは日本製じゃなきゃ。あ、向こうにも落ちてるカメラが。カメラケース？カメラケースだね。フラッシュかな？あ、あとはない。なんか釘もそのうち、まあ今まだねないんだけど、溶鉱炉ができるようになったらおそらく金属製の武器が手に入って、多分一番それが強いんじゃないかな。で、目的のエリアまで来たね。あ、結構斜めに来てたんだな。ね、蜂が多いね、やっぱり。ヘッドムシがいるエリアの方がおそらく安全なんだろう。特にテントウムシを。まあ、こういう時テントウムシを一緒に連れていくと素材集めとかはねいいかもしれない。あれはなんだ、なんだ、どうした、雲じゃね。おっ、やべ、雲の毒の方がきついな。あ、でも足がな、足インベントリがいっぱいです。このこっちのまとめちゃった方がいいでしょ。チンはあんまりいらないんだよな。あ、これ雲の目玉、気持ち悪、気持ち悪。アリの頭、うん、ブルアントの牙はいらない。お、ワイダーシュー、雲の目玉のシチュー。あれはミツバチか。うーん、雲と蜂は共生関係にあるのかな。攻撃してなかったね。ちょっとこっち側じゃないな、降りる場所は。どこから降りたらいいんだ。すごいだこれ。八元をテイムできるようになるんだろうか。あ、洞窟だ。ちょっと暗いな。何も出てこない洞窟か。下まで繋がってるかもしれない。安全に降りられるに越したことはないからな。お、いいじゃんいいじゃん。ここアンチなのでは。ここアンチ、アンチ、アンチ、アンチ。じゃあいた。一つ一つ、あ、よし。あれ？あっちゃう？あ、嘘。
おっと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 、アンチではないかもしれない。お前がいるの。おらおら、ここにも樹皮がある。おー、こっちもいいね。私はでも今樹皮じゃなくて普通に普通の枝が、枝っていうかテントウムシが上にいる。木材が普通に欲しいんだけど。ああ樹皮も取ってくか。先に キャンプファイヤーやってリトルソーセージ作って。お、どうした？どうした？なんかあったのか？そっかそっか、なんかいい加減だったね。いいタゲだったな。あそこなら多分、まあ、夜どうなるか分かんないけど、壊される心配がなければ。一旦スポーン、リスポーンエリアでも作るか、そこに。嵐が来た時も逃げ込めるように。で、目印も立てといて。なんか、なんかゴーストハンマーが浮いてる。目印、デコレーション。これは建設できないよって言われて。で、ああ足りない。普通のは足りない。普通の枝が。これなんだっけ？大事。ファイバー、あ、樹脂、あ、いいね。こいつ切れば多分、基本的な建設素材は手に入るな。あ、いいね、いいね、いいね。ここは安全だよっていうのが分かりやすくていいですね。よしよし。ダメか。あ、ここいける、ここいける。ここをスポーンポイントとして動かさせていこうか。これから朝か。なんだあれ、人間サイズでここ来た時にどんな風景が見えるんだろうね。ここはね、滑る滑る。すごい樹皮いっぱい出て、うーわうーわ、ちょっと待って、ほっ、よし、お、外した。絶対後ろ回り込もうとするの本当に本当ずるいと思う。体力がない、体力がない。あ、今、三角出たからテイムできるのか、こいつも。
そう。やばい、死ぬ。死ぬ。雲は何で線引きできるんだろうな。私雲好きだから別にいいんだけどね。嫌いな人はちょっとこの動画を見続けることができなくなってしまうね、余計に。あったも雲も好きですからね。私は昔昆虫少年でしたから。私が昆虫少年だったエピソード的に言うと、昔ね、児童館かな？児童館にある、児童館にあったね、昆虫の図鑑かな、子供向けの。あれはね、もう本当に本に穴が開くんじゃないかっていうほどずっと見てたんですよ。そしたらその児童館の職員の人が、もうその本古いし、よかったら差し上げますよって言ってもらって帰ってくるほど昆虫大好きでした。本当にもう毎回毎回僕は借りていくので、あ、また借りに来たんだねっていう感じで貸してくれたんですけど、さすがにその確かその児童館が新しく建て替えられる時だったかなに、もうその古いのを捨てて新しいのに変えてしまう。ここ暗いな。あ、いや、夜になってるのか。ん？時間合ってなくね？ほど。うわ、すげえいっぱいいる。ブラッドスープ。なんか別の生き物の声が聞こえる。何？クモか。夜行性のクモだ。ちょっと待って、強そう。頭インベントリーがいっぱいです。あー、このシルクが欲しくてこっちに来たんだけど、全く手に入らないな。雲を倒しても手に入るっていうらしいんだけど、あ、これシルクだ。あ、シルク欲しかった。シルクだよ、欲しいのは。雲の目玉、これいらない。でもいいや、今は。お、キッチンアックス、え、キッチンスピア。どっちの方が強いんだろう。夜は危険だな。手荷物がいっぱいだと、荷物がいっぱいだとね、アイテムをね、出し入れすることができないんですよ。でも
えばここにしてしまうとこっちにね来るので、今装備してる部分はこのランから抜けてるっていう状態なので、空きを作っとかないと両手武器とかで持って、なんつったらいいの、まあ両手武器じゃなくてもあれか、手に入るから、いらないものを置いていくか。お、無理かな？無理かな？あ、いけるね。道だからな、本来な。ただの。持って帰らなくてもいいやつ。これと、これかな。あとはまあ持って帰ろうか。シルクが欲しいんだけど、全然シルクが手に入らないね。で、あと、こっちだな。あはこっちだったしな。蜘蛛の糸があれば、そこからし、ん？石、あ、捨てた石か。石と。希望か。雲の糸を見つければハサミを使って回収できるはずなんだが、この辺行ってみるか。どこにあるんだろうな。お、滑る滑る滑る。樹皮がいっぱいある。この近くなんかいるぞ。やだ、この音がやだ。あ、やっぱあれだな。マップの時計が機能してないな。あとはここの時計が動くんだけどね。真ん中にあるまんまだな。キノコか。あ、
あるけど、クモの巣あるけど、どうやって手に入れるんだろうな。クモの巣だよね、あれ。ハサミを使えば、クモがいる。あ、クモの眉、フォックステール。下まで行けば、手に入るけど、だいぶ遠いね。下まで行くと、こっからだと。この辺から手に入らないもんかな、ハサミで。えい。そうやって使うの？え、ハサミだよ、これ。取れないんだね、やっぱ。蜘蛛の繭を切り開くのに使うから、じゃあ蜘蛛倒さなきゃいけないね。どの道じゃ蜘蛛倒さなきゃいけないから、高えな。ちょっとこれは降りれないね、なかなか。ちょっとすんなり降りれるのかなと思ったけど、こっち側からぐるーっと回ってった方がいいな。急がば回れだ。今ちなみにどこ？ああ、スカディさんちの方まで来ちゃってる。クモいるー。この辺にクモの前はない？なんで？クモは多分、ステイ、あの、ステイじゃ、テイマできないとね。間違って解釈しちゃったかな。来るか。よっ。いや、ここは高所ないときついな。蜘蛛いっぱいいる。うわー、いっぱいいる、ちょっと。きついかな。マジかよ。マジかよ、このタイミングではちょっときついぜ。
のタイミングはやめて。雲いたな、向こうに。お、まあ待て、まあ待て待て、俺があるからすぐに。でもまだあれ、ひどい嵐にはなってないぞ。よし、これでオッケー。実はその屋根があればいいだけなので、周りに何も囲ってなくても特に問題はないということが判明して、とりあえず屋根があればなんとかなると。シルクは15個か。もう1個欲しいけど、あと1回戦戦うのはちょっときついかな。回復をちょっとこっちに置いて、お、カエル、そこの雲を倒して眉をゲットするかね。え、なんで逃げたの君。え、なんか逃げてったよあいつ。あ、それならそれでいいんだけどさ。戻ってくるなら来てもいいんだけど、別に。今度は来ないで、こっちは前を回収するよ。あるだけ回収しとこう。昆虫の卵もね、結構必要だから。もういいかな。あと、まあ、25個もあればいいかな。よし、帰ろう。まあ、道中の敵が復活してないことを祈り。いや、でもこっちに来れば結構樹皮もあるんだな。向こうより結構樹皮が回収しやすいのかもしれない。もういるのがちょっとな、やっぱり。
の手前のエリアがちょうどよかったな。28個いや無理に取る必要もない。これだけたくさんある場所が分かれば、うわちょっと待って、ちょっと待って今見ちゃいけないもの見た。雲3体はまずい。雲3体があそこにまとまってる。あれかな、スポーンエリアなのかな。あそこに湧くのかな。ここをね、これだけいっぱいあれば、降りてくるのがちょっと大変だな、こっちまでな。反対の上の。下がる。よし。ちなみにこの設定で雲恐怖症モードっていうのがあるらしいので、ちょっとこれをオンにしてみたら雲はどうなってしまうのかっていうのをちょっと見てみたいね。雲恐怖症モードとは、向こう側にいた雲とちょっと相対してみようか。雲恐怖症モードでリブルベッドはいいや。あーフリントが必要。こんなに使っちゃったか。あもういいや、まあ、食うものもないし帰るだけなんだけど。そうそう、こっち行かなくても多分単純に雲恐怖症モード。足がないだけじゃないか。こんなん足がないだけなんて恐怖症モードでもなんでもないよ。俺こっちの方が怖いわ。なるほどね、雲恐怖症モードね、そういうこと。やばいやばい、死ぬ。おっ。痛い。よしよし。ヘッドブシいっぱいいる、ここの辺。ああ、こっから降りていけるのか。中わざわざ取っていく必要全くないんだけど。でも中があることによってね、だいぶ安全にあそこのエリア探索できるのが分かったからいいでしょう。こっちまで来ればライ麦、うわーライ麦がいっぱいある。ライ麦？ライ麦だね。ライ麦畑で捕まえて、この中とか通っていけば
ですね、あの蜂はね、あのスズメバチみたいなのいるでしょ、あのアシナガバチだかスズメバチだかわかんないの。バレた。お、やれ、いけ、虫キングバトル。あ、俺じゃない、やれ、虫キングバトル、いけ。あ、どっちが強い？あ、やっぱね、蜂だよね、やっぱ蜂だよね。ん？あそこの蝶つがいのところにネジがあるな。なんかね、金属っぽいのもね、多分ね、回収するためのものがあると思う。ここ？違うな、全然違うとこ来ちゃった。こんな上まで来ちゃった。こっちだね。あー、なるほど。カレフさんのすぐ上のここのエリアからの方が、あっちは近いのか。なんか体感。ルート上って言ったらいいのかな。ルート的にあっちの方が近いなみたいなのね、結構あるんですよ。やっぱこう、起伏が激しいというかね。だいぶ三次元な作りをしてるので。こっちで合ってるよね。よしよし。あ、見えてる見えてる。地球が見えてるね。グレートツリーからグレートツリーまで行ければ一番楽なんだけどね。そういえば、あれだな。動画とかじゃない、スクリーンショットではトンボをテイムしてたみたいだけど、そういえばまだ、トンボのテイムはしたことない。試してないな。バッタがでもいるからな。距離1テイムしかできないみたいで。だから、もしかしたら、いや、嵐が近づいてる？ちょっと待って、嵐が来てる？これまずいね。あとちょっとで家なんだけど、あとちょっとで家なんだけどな、家まで。しまった、ここじゃない。あー、ちょなんかね、コントローラーの調子が本当に悪くて最近。あれなんだよ、この今持ってるコントローラー、Xbox、マイクロソフトの純正コントローラーなんだけど、なんかね、調子悪い時はね、ひどく調子悪いんですよ。いいかな。まあね、他のゲームやっててもね、なんか変なね、入力しちゃうんですよ。ちょっともしかしたらまた、こういう、まだ1年経ってないから、保証期間中ではあるんだけど。
コントローラーが悪いのか、システム上悪いのか、ちょっとわからなくて。ちょっとまだ、様子見かな。うん、寒い寒い。寒い寒い寒い。ほい。食用キノコと花びらでブラッドスープができる。濃厚なコクと金属のような風味が特徴。すごいいっぱい料理作れるんだよね。あー、リンパで作れるのか。なるほど、ちょっと作ってみよう。どんな味がするんだろう。スパイダーシチュー、スパイダーシチュー。どこ？スパイダーシチュー。これか。温まってお腹いっぱいになりますが、ちょっぴり、気味が悪いシチューです。ちょっと入れとこう。食べないやつ入れとこう。レッドジャーキーはいいや。バッタのローストはいい。大体でもね、ビートルソーセージか、ここら辺で、こと足りるんだけど。雲の目玉。こうして、こうして、チンはこっちだな。キッチン装備が作れるようになったけど、フリントキッチン、こっちかな？シンプル棒じゃない。キッチンアックス。20から30。20から30。武器で、あれ、そういえば武器でアックスってないよね、もともと。これが初か、武器アックスは。新アックスが。新スピア。20から28。20から28。20から28。あ、10、それだ、フリントスピアより強いぞ、キチンの方が。キチンの方が強いか。キチン系をまた作るか。キチンアックス。あ、これ斬撃ダメージだ。これ剣の代わりだわ。そうか。シルク3、キチン6。なるほど。これでまた強くなったな。斬撃ダメージのね。もういらない子になったな、剣が。フリントソードがもういらない子になったぞ。バッタの大釜は、あ、もともとあれですか。これがすごいんだよな。ポイズン。毒腺5つ。虫の針10。樹皮。ファイバー、なんちゃらがちょっとわかんないんだよね。それが多分、新しく作るやつなんじゃないかな。違えた。建設用の。これがもう作れるはず。シルクと木材が7。木材6。落としたな。木材が6。シード、シード、シード。種、種、種。種ない？もしかしてない？あー、ないな。シードオイルがないな。シードオイルじゃない。
いや、作れる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 。これで、やっぱあれだよね、こう旗織りは家の中っていうイメージだよね。イメージ的に旗織りは家の中、旗織り仕事はたまにここでやるという感じ。よし、で、あ、シルク糸、あ、かい、あ、なるほどなるほど。何、武器に巻いたり防具の裏にする、フック、ルーム&スピンドル、グラップルガン、何、ちょっとね、リーフベッド、ちょっといきなりいきなり来るじゃん。またえ、何が来た、フリントのすり鉢じゃなくて、フリントスピアじゃなくて、こっちじゃないか、こっちか。チンキ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 チン、アックス、シルク糸でしょ、キチンスピア、ポイズンが、ファイバー、針が10、針10あったかな、毒針、針、毒針10はないかな、うちの針結構貴重だよね。バリス35しかないな、今のところ10はまだないね。これをん、いや、あと2つだ、3と5で、ワンとこ入ってない、入ってないです、ワンとこにないよね。で、独占とあとちょっとで作れるな、ポイズン、ポイズンミス、毒ダメージがつく、まあ中程度だけど毒ダメが強いよねこれ。でまあ先にあれだな、キチンスピアかな、それともアックスかな、アックスだな。まだシルクがたくさん必要だから、雲狩りをするんだったらアックスだな。これ一個、もう一個作っといて。フックって何？金。丈夫な寄進室のフックです。グラップルガンで使用可能。大量にクラフトしましょう。グラップルガン。グラップルガンはどうやって作るんだ？これで行き来が楽になるってこと？グラップリングで。グラップルガンどこ？グラップルガン。グラップルガンないね、こっち、グラップルガン、ないじゃん、 ん、こっちか、いやね、こっちは川なめしたもんだよ。道具にない、グラップルガン、グラップルガン、ピントルボー、ウッドアロー、キチンキチン、バッタリカーブ棒、グラップル、グラップル、グラップル、調べるか、コーテックス、あるじゃん、こっちにあるじゃん。どうやって作るの、グラップルガンは。キッチンと、ファイバースリングが2、あなたの、身体の安全を危険にさらす代わりに、高い機動性を提供し世界を広げてくれるツールです。気をつけて使ってくださいどういうものなんだろうな。とりあえずシルク、まあ、ファイバースリングはたくさん作れるからいっちゃおう。剣もいっぱいあるし、
あ、世界が一気に広がったな。いろいろ直しとこう。嵐の攻撃力そんなに高くないみたいで、冬だろうが夏だろうが嵐の攻撃力そんな高くなくて、なんか建物がすごいすぐに壊れちゃうっていうことはないですね。でたまにでも忘れてると、その外に置きっぱなしのあの作業台が消えてたっていうのがね。あ、ほらこういうのはね、シェルターに守られてないっていうやつはかなり修理が必要なんですけど、ちょっと、リカーブ棒。ファイバーが8か。これファイバーなかったかな？あったあったあった。ファイバー。火がまたいっぱいいるな。あ、木材がない。はい、これでリカーブ棒ができました。で、上に持ってくか。いらないやつ。リカーブ棒が完成したよ。どれだけ強くなったかちょっと確かめてよ。これフリントアローもあるしな。フリントアローも作るか。フリントもいっぱいあるし。先にキュウリで、フリントアローを作れるかな。あれ、フリントアローこっちか。木材がない。全部使っちゃったか。いや、木材がないな。木材ないな。木材取りに行きたいな。グラップルガンか。キッチン、ファイバーとキッチン。ファイバーとキッチン。キッチンもいっぱいあるからな。いっぱいある。あ、ない。こっちにはないキッチン。キッチン防具作るときに使っちゃったか。足りるだろ、これで。足りない。あ、ファイバーが足りない。これと。グラップルフックたくさんいるって、使い方がわからないからちょっといろいろと試行錯誤なんだけど、ちょっとも
ミルク。キチン、キチン、キチンアックスはシルク3、木材4のキチンが10。キチンが10。シルクが足りない。ん？シルク糸だよね。シルク糸3、木材4。シルク糸3、木材4、キチンが。うん、よしよし。わかったわかった。ちょっとグラップルガンの使い勝手をちょっと見てみて、それで、どんなもんか判断して使うか使わないかは、やってみますか。ファイバー。もう木の家に回収できるかもしれないね、もう。ここまで来ると一気にファイバーが必要になってくるな。ファイバー、こんなもんか。よし、これ外して、グラップルガンをつけてみて、よし、こうか。片手につけるの？どうやって使うんだろう。いや、一回降りてみよう。危ない上からじゃ死ぬかもしれないから危ない。あ、ちょっと待って、先にちょっと、あ、いや、下に、あ、いや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 、リスポーンリセット、行ってみよう。こんなもんかな。大量にいるっていうからね。じゃ、今のところこうなんか狙うとか出てないね。フック装備しなきゃいけない？フック、なるほど。こうか。あ、ん？おっと、ある程度残ってるな。なるほど。ちょっとあれだね、もう一回こう掘るとかってことできないのか。おっ、スパイダーマン、スパイダーマンみたいなやつ。これで掴むとかそういうのはないみたいね。回収はできない。使い切りだね。なるほどね。なんかすごくなんか良くなったっていう感じはしないし、一回グラップル使ってると両手使っちゃうから。まあ、強いのか強くないのかって言ったらちょっとわからないところだな。よし。
ちょっと強くなった弓の能力を確かめたいから、ミツバチをしばくと。一撃だ。フリントアローと、フリントアローと、あ、楽ちんだね。これは楽ちんだね。これは楽ちんだね。フリントアローは大量に作ってこようかな。これは楽ちんちんですね。もうポイズン系もすぐに手に入るよ、これなら。いやー、いいぞこれ。22発か。ちょっと向こうにいる強力な蜂を叩きに行こう。うわー、今すごい、なんか知らないけどめちゃくちゃデジャブを感じた。このゲームを昔やったことがあるような感じがした今一瞬。そうそうだな、キッチンスピアをゲットするべきかな。よくなったかな。ほら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 、いないかな。あ、いるいるいる、あそこに。ちょっと近いところにいてほしかったな。もう楽ちんじゃん。ウッドアローでどれぐらいかっていうのもちょっと見てみたいな。ちょっとウッドアローがないんだけど今。作る素材もないしな。発は強いな。スニーキングショットなら2発か。これは強い。これはもうヘラクレスオオカブトもやれるのでは。ポイズンアローをゲットしたらもうそれで倒せるよ。おっと、揃ったんじゃないか。これぐらいじゃ死なないからな。あとどれぐらいだ。9。キッチンだっけ。あれか、フリントアローか。フリントアロー、キッチンアローもでもあってもいいよな。あと帰るだけか。こうして、こんな感じ？
ジャンプしてこう。離しちゃうんだよな、手を。とかなんないかな。こうか。もう分かったぞ。分かったぞ。完全にスパイダーマンと同じ動きすればいいんだ。分かったぞ。これ使い方分かったぞ。これはたくさんいるな、確かに。これはたくさんいりますね。これはいる。たくさんいるね。いや、楽しい。楽しくなってきちゃった。楽しい。いや、ずっと楽しいよ、このゲーム。ずっと楽しいよ。楽しくなってきちゃったじゃないよ。ずっと楽しいんだよ、このゲーム。なんか実績解除されちゃったしな。何発使った？残り9発。めちゃくちゃいるな。いや、ほんといっぱいいるじゃん、これは。めっちゃクソ大量にいるな。はい、ということで、今回はこれにて終了したいと思います。いやー、だいぶ、発展しましたね。進歩もして。やっぱこう、素材、新しい素材をゲットすると、一気にこう、跳躍するね、ゲームのシステムというかなんていうか、こう、遊び方が。じゃあまあ、とりあえず今回はこれにて終了します。また次回の動画でお会いしましょう。次回はどんなことやってるかな。でも、なんだろうね。まだヨーコールとかそういうのがゲットできてないから。その辺はボス倒してからなのかな。一人で倒せるのかな、そもそも。これはきついもんな。もうちょっとこう、キチン系の防具で体固めた方がいいかもしれない。新しい防具つけて。まあもうグラップリングフック手に入れちゃったから、まあバッタいなくても、なんとか、行くかな。下手をするとちょっと、高所から死ぬけど、うまくやれば、もうちょっと練習すれば大丈夫でしょ。ガイトから、なんか、ポーションかなんかで落下死とかそういう、なんか、あったかな？ちょっと見てみよう、ポーション。なんかあったかな？そんなポーション。一時的に毒性、活力を取り戻し、それなりの量のエネルギー、活力。なんだ？ブラッドポーション。洞窟と過去の環境でもより迅速に起きるように調合した。一時的にではありますが、体を動かす速度を幅に上昇させる。スピードアップか。この辺のポーションもいっぱい戦闘前に準備していけば勝てるのでは？もうなんかウィッチャーよろしく体ポーション付けにして霊薬を体に常に取り込みながら戦えば勝てるのではないか？いやーいいね、楽しいね。いや楽しいね。これまだだってテイムしてないね、虫とか動物とかまでいっぱいいるからね。
シェルター、嵐が来た。うん、家中帰ろう。なんで、あの、外にね、シェルターというか、寝袋があるかっていうと、今ここに、こう、敷布団だけど、そのうちベッドが多分来るはず。多分ね、それなりに家具一式のオブジェクトみたいなやつは多分作れるようになるはずだから、そのうち来ると思うんだけど、ここで寝ると、ゲーム始めた時に、自分、ここに、バッタが来ちゃうんですよ。手入れしてる動物が。なので、外で寝てるっていう。動物のために。あ、これシルク台だ。そうか、じゃあこれ上に持ってった方がいいな、雰囲気的に。ここなんか調合用のね、場所で。糸だったもんね。ああ、糸だもんね、これね。またなんかこう作業用のお部屋に上をするか。区切りないんだよな、ここな、部屋を。ちょっと変わった屋根の作りをしてるから、この辺からちょっと変えればもうちょっと上が広くなって。あ、でもどうもするとこっちがあれなんだよな。その辺はまた考えるから。なんかさ、雨降るとこう濡れてんだよね。上は濡れてないよね、ここね。濡れてる？屋根濡れてる感じしか、あんまりしないよね。やっぱ逆かな？いや、でも、こっち側が本来外だと思うんだよ。で、こっち側が内側だと思うんだけど、なんかこう手すりとか、ちょっと BGM がうるさい中で説明するのあるんだけど、手すりとか、そういうデザイン的なのを見ると、反転して外側にしててもなんか雰囲気いいよなーっていう感じがして、こっち側にしてるんだけど、私は。本来だったらね、多分逆だと思う。トタンハウスみたいな感じだと思う。トタンのね、壁とか打ち付けた感じなのイメージだと思うから、本来この柱かな、細い柱は内側に多分来るとは思うんだけど、なんだかこっちの方がね、デザイン的に私はいいかなと思ってるんだ。出るけど、逆にしてもいいかもな。綺麗っちゃ綺麗だけど、まあ、もう火の、それからまたシルクを取りに行くでしょ。で、また樹皮を取ってくるから、もう外側は全部ぶっちゃけ樹皮建築、あ、木材がいるのか。大量に向こうで、また買ってくるか。え、うち、家の中はまあいいかもしれないけど、外側は、そうだな、こう、ウッド的なやつに変えてもいいかもしれないな、そろそろ。まあ、とりあえず、まあ、そういうのもまたやりつつ、ね、裏でやる、裏作業みたいなことをやって。
で、また進めておきます。まだ、でもね、まだ、ボスには挑めないかな、シングルだと。マルチプレイでやってたらもう全然こう挑んで、誰かに投げ合わせて、で、その間にもうボコ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 やればいいんだけど、一人だとちょっとあれは、さすがに辛いしな。もしくは他の地域に行って、テイムするドルスターナーさんのところに行って、あれかな、パッチ装備をゲットするのもありかな。発空できるようになるんだよね。パッチ装備と、グラップリングあれば、もうほぼほぼ、バッタはいらない状態になるよね。蜂は、背中に、ボディーパーツ蜂つければいいだけなのかな？全身蜂装備じゃなきゃいけないのかな？ちょっとその辺がわかんないけど、蜂装備も作れるようにはなるのな。何せ、この手持ちの弓がめちゃくちゃ、強いわけだし、あ、おまけに作れるのじゃないかな。あ、無理か。ポイズンメイス、あー木がないな。あ、あるわ。あ、作れる。え、作れるか、もしかしてこれでしょ。シルク糸、え、独占が樹皮にファイバーリング作れるじゃない。独占あとあと独占とファイバーリングだから、ちょっと一旦これをこっち置いて、ファイバーを作れるぞ。あれ作れない。あ、作った。あ、ポイズンアーローじゃなくてポイズンメイス。あ、樹皮が2、樹皮にあるよ。樹皮に、これいらない。いらない。お、やった。上に装備を置いておこう。これでさらに、どうしようかな。これ強いとか強くないのかちょっとわからないけど、一つと打撃があるから、一つの槍はいらなくなるでしょ。剣はいるな、まだ。斬撃はまだ必要。よし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 、いいぞいいぞ。フックキッチンがいるのかな。キッチンめっちゃいるな。キッチンめちゃくちゃいるな。下に行けばいっぱいいるからすぐに手に入るけど、60一気になくなったからな。
プリントアローも結構必要だけど、ウッドアローでしばらく戦うように、また下でウッドアローを作ってとか。いやーいろんなことができるようになると、一度にいろんなことができるようになると楽しくなってきたな。うん、なんだ、なんか呼ばれてるな。なんじゃ、飯、ビートルソーセージが出る。どうした、どうした、ヒドン。よし、いやー楽しくなってきたね。シルクを落として、楽しくなってきたぞ。素材がまたどんどんいっぱい集まるようになるし、プリントはもうあんまり取らなくてよくなったな。ようなくなってきた。復活とキッチンの方がいるわ。これがどれだけ強いのかっていうのをちょっと試してみようか。これ向こうにいるそのカミキリムシ、緑のカミキリムシに対してものすごく使いやすいんじゃないかな。打撃と毒ダメージで。というか、まあなんだろう、赤いカミキリムシが一つダメージで、よいしょ、緑のカミキリムシが打撃ダメージなもので、だからこれ1本あればこいつがしばきやすくなる。ほらほら、あー戦いやす、戦いやすい。ちなみにちょっと確かめてみたい。普通の弓だとどんな感じになるんだろうな。刺激じゃん。ちょっといっぺんに来るのやめてくんない？ゴリ押し。まあ、蜂もこれがあればこれで十分と。よし、ウッドアローでいいじゃん。そんなに変わらないじゃん、ダメージが。ポイズンアローはさすがに結構来るとは思うけど、ファイバー、ファイバー、君はうちのバッタじゃないね。ファイバー、ファイバー、ファイバー。この辺の木とかポピーとかでもいいんだけど、まあいいや、とりあえずちょっともういいか。とりあえず今回はこれにて終了しよう、長くなっちゃうから。よし、あの仮キャンプで。温まって、ちょっと極悪な見た目にしといて、よいしょ、終わりにしたいと思います。うなだれてるけど、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。